カイオエンヒキことカイオエンヒキ、オリベーラシューバは、ブラジルのサッカー選手、エースモナコ所属。ポジションはディフェンダー。サンパウロ州サントスに生まれ、サントス FC の下部組織に2008年、10歳で入団。2016年2月1日にアトレティコマドリードに移籍。2016から17シーズンにアトレティコマドリード B に昇格。プレシーズンは、 トップチームに帯同していた。2016年8月28日にテルセーラ、ディビシオンで選手初出場を記録した。2016年11月30日にコパデルレーの CD グイフェロ戦で出場し、トップチーム初出場及びプロ初出場となった。その後はトップチームでベンチ入りすることはあれど、出場機会はなく B チームでプレーした。 2018年4月3日にカンピオナーとブラジレーロ、セリエへのパラナ・クルーベ22月までの期限付き遺跡で加入することとなった。2020年8月27日、AS モナコと5年契約を結んだ。U-20 代表として2017、南米ユース選手権に出場した。ありがとうございます。